ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-399 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-399。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。使用時を除き、SCP-399 はサイト。において、施錠された収容金庫内に収容されます。SCP-399 の実験の実施には、セキュリティクリアランス4以上の職員による承認が必要となり、その使用者は、心理学的評価399-17において、クリア以上の評価を受けた職員に限定されます。実験地の周囲に設置された発電機、発電所、その他のエネルギー供給源は、すべて SCP-399 の実験のみに用いるようにし、それらを他の任務に不可欠な設備や施設に接続し、電力の供給源として利用することは禁じられています。実験399-4及び399-5を受け、人間を対象とした SCP-399 の使用には、セキュリティクリアランス5以上の職員による承認が必要となり、その実験地は、他の SCP オブジェクトや機密性の高い財団施設より完全に分離された地点に設定することが義務付けられています。いかなる場合においても、フリーエネルギー、あるいは永久機関の周囲において SCP-399 を収容、使用することは許可されません。説明。SCP-399 は、2つの金属製の輪を6本の金属棒により連結させ、金属棒同士の間を6枚の紫色の透過ガラスが塞いだ状態にある、指輪の外見を呈する実態です。リング上に制作元を示す表示や刻印は一切確認されません。人間に装着されていない状態にある SCP-399 は、いかなる場合においても不活性状態を維持することが確認されています。SCP-399 は、人間の指に装着されると直ちに活性化プロセスを開始し、その進行段階に応じて、6枚のガラス板を1枚ずつ発光させ始めることが確認されています。活性化プロセスが完了するまでの時間は、周囲に存在する利用可能なエネルギー量に依存することが確認されており、これまでに行われた実験では、最短で3分、最長で6時間を要することが確認されています。完全に活性化した SCP-399 は、被験者の指から取り外されるまでの間、被験者の発話、あるいは脳内において行われた指示に従い、その異常性を発現させ続けることとなります。また、被験者の指から取り外された SCP-399 は直ちに不活性化し、再び活性化条件が満たされるまでの間不活性状態を維持することが確認されています。完全に活性化した状態にある SCP-399 は、装着者から半径5メートル以内に存在するあらゆる物質を、装着者の指示に従い、様々な程度で操作、再構成することが可能になると判明しています。現在までに、物質の操作がどのような方法により行われているのかは解明されていないものの、SCP-399 は、自身の周囲に存在するエネルギーを用い、物質の操作を行っていることが判明しています。軽量物質を浮遊させる、コインの裏表を逆にするなどの小規模な操作を行う場合、SCP-399 は、自身の周囲に存在する大気より少量のエネルギーを抽出することにより操作を行うことが確認されており、そのような場合、周囲にはわずかな気温の低下が観測されることになります。精密な操作や重量の大きな物質を操作する場合、その程度に応じて必要なエネルギー量も増加することとなり、そのような操作を指示された場合、SCP-399 は発電機や原子炉からエネルギーを抽出することにより、操作を完了させようと試みることが確認されています。地震の影響範囲内、半径約300メートルに、操作の完了に必要なエネルギー源が存在しない場合、SCP-399 は、装着者及び、よりエネルギーを抽出し、操作を完了させることが確認されています。また、極めて精密、あるいは大きな力が必要な操作を指示された SCP-399 には、着用者に、を伴う致命的な影響を与えるとともに、周辺環境に大きな影響を及ぼす危険性が確認されています。SCP-399 が有する物質操作、再構成能力の限度は、利用可能なエネルギー量と比例しているように観測されており、その周囲に十分な量のエネルギー源が存在する場合、原子や素粒子レベルの物質操作が可能であることが実証されています。詳細は、実験記録399を参照してください。回収経緯。SCP-399 は、年、月、日に、
の周辺地域において観測された。断続的な停電と異常な気温低下の報告を機に財団に収容されました。報告を受け調査を開始した財団は、市の遺体のそばに置いて SCP-399 を発見、収容することに成功しました。後に行われた調査により、市は SCP-399 を用い、鉛の延べ棒を金に変換しようと試みていたことが判明しています。市がどのような経緯で SCP-399 を入手したのかについては、現在までに判明していません。ほい。これまでに行われた実験により、SCP-399 はエネルギーを蓄える機能を有しておらず、物質操作に必要な量のエネルギーを周囲より抽出した後、直ちに消費していることが判明している。必要とされるエネルギー量の大きさから推定し、SCP-399 は本来、大容量の携帯型エネルギー源と共に運用することが想定されていたと考えられる。これまでに、市の関連施設において、そのような機器は発見されていない。そのような機器、あるいはそれに類する性質を有する SCP オブジェクトと共に運用することにより、SCP-399 は大量破壊兵器、あるいは無力化が検討されている SCP オブジェクトの破壊に際し、極めて有意な効果を発揮する可能性が示唆されている。しかし、そのような規模の操作の失敗によりもたらされる被害は、許容できないものになる可能性が高いと考えられることから、現在、そのような実験及び運用は保留されている。実験記録399。実験399-1。実施日、2000。年。月。日。装着者。博士。操作対象、電話帳一冊。装着者は電話帳の368ページを開こうと試み、その操作に成功した。実験室内の温度が 4.8K 低下したことが確認される。実験399-2。実施日、2000。年。月。日。装着者。博士。操作対象、T シャツ1枚、青色。装着者は T シャツの色を赤に変えようと試み、その操作に成功した。実験室の周辺施設において停電の発生が観測される。実験室内の温度が 9.7K 低下したことが確認される。実験399-3。実施日、2000。年。月。日。装着者。博士。操作対象、電話帳一冊。装着者は、電話帳内の記述を英語からフランス語に翻訳するよう試み、その操作に成功した。実験室が存在する施設に設置された発電機が過負荷により停止し、施設は一時電源を6時間にわたり喪失した。実験室内の温度が 17.4K 低下したことが確認される。実験399-4。実施日、2000。年。月。日。装着者。博士。操作対象、電話帳一冊。被験者として D クラス職員3名。特別実験手順。当該実験は、遠隔隔離施設において実施された。実験時、観測機器の使用に必要な分を除き、エリア内の全ての電源設備が停止されていた。装着者は、電話帳内の記述を英語からフランス語に翻訳するよう試み、その操作に成功した。被験者である D クラス職員は、実験室において温度低下は観測されなかった。実験399-5。実施日、2000。年。月。日。装着者。博士。操作対象、実験399-4において発生した D クラス職員1名の遺体。特別実験手順。当該実験は、遠隔隔離施設において実施された。施設内には新たに専用の原子炉が設置された。装着者は、操作対象を実験399-4の実施以前の状態に回帰させようと試みた。操作が行われている最中、原子炉の稼働率は 57% に達する。操作対象の肉体を無傷の状態に回帰させることには成功したものの、対象は依然として死亡した状態を維持する。次に、装着者は操作対象の蘇生を試みる。48時間後、SCP-399 は危険物回収チームにより回収された。96時間後、施設周辺の気候が正常化したことが確認される。周辺地域の放射線汚染は許容範囲内であると判断された。尾行。博士の死後。博士により実験の引き継ぎ申請がなされ、承認された。実験399-6。実施日、2000。年。月。日。装着者。
博士。操作対象。博士。装着者は自身を浮遊させようと試み、その操作に成功した。浮遊開始後、実験室内において約 0.68 秒ごとに1ケルビンの温度低下が観測される。その後、博士が実験室内をゆっくりと水平移動し始めると、周辺機器に電圧の低下が観測され始める。この時点で、実験室内の温度低下は約 0.47 秒ごとに1ケルビンにまで加速し、その程度には、装着者の加減速に対応して変動する様子が観測される。実験室内の温度が摂氏0度を下回った時点で実験は終了された。報告書の紹介は以上だ。地震を中心とした半径300メートル以内に存在するエネルギーを用い、地震から半径5メートル以内に存在する任意の物質を装着者の指示に従い操作、再構成する性質を有する、指輪の外見を呈する実態、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。例によって、人為的に使用されなければ異常性が発現することはなく、使用された場合に必ず有害な影響が及ぶわけではないため、収容は容易な部類のオブジェクトということのようだな。そうみたいね。その性質を生かす運用も検討されているみたいだけど、操作に失敗した際に周辺環境に大きな影響を及ぼすこともあるため、当面、そのような運用や実験は保留されているという感じみたいね。ああ、そのようだな。死者の蘇生に失敗した程度であれば、その影響は許容できる範囲に収まるようだが、より大きなエネルギーを必要とする操作や、異常物品が操作対象である場合などに失敗すると、どの程度の影響や被害が発生するか予想できないため、財団も慎重に検討しているということなんだろうな。まあ、一人の人間の蘇生に失敗しただけで、周辺環境を数日間変えてしまうほどの影響が出るわけだし、有用な性質を持っているからといって、安易に運用するわけにはいかないわよね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。